どけ、この身は天意に捧げなければならない。おっと、残念だけどそんな攻撃じゃ私を倒せないよ。おい、一丁上がり。見事なものだ。リリシア、リオニス王国第二部隊、早急の部隊長。へえ、教会でも私の名は少しは知られてるようだね。それぐらいは知っている。だが、わからないことも多い。例えば？教会の信徒のためになぜここまでするのか。先の大戦でも我らの信徒には苦渋を飲まされたはず。まあそうだね。少なくない仲間が傷つき、中には命を落とした者もいた。それなのに信徒といっても同じ人間だからね。私は人間ではない。だからそれが理解できない。私にはそうは見えないけどね。どういうことだ。あんただって信徒たちを救いたいんだろ。当然だ。じゃあ聞くけど、モント様の下について私たちに協力するってのはサーダリーの命令なの？それともエキシアにそう言われたから従ってるのか？どちらでもない。自らが傷つくことも厭わず、本来は敵であるはずの信徒たちを助けようとしている者たちがいる。その手伝いをするべきではないかと考えた。だから行動を起こした。それだけだ。あんたたちホムンクルスには感情がないって聞いたことがある。真実だ。でも今のあんたは自分の感情に従って行動してる。少なくとも私にはそう見える。深刻に考えなさんな。自然体で生きること、それが大切なんだから。なんだ。この魔物、変異を生み出した魔物だよ。天意を生み出した。天意、信徒を近づけないようにしていることに相当苛立ってるようだね。それでこの魔物を使って我らを亡き者にしよう。私らの作戦が効いてるってことさ。エンド、頼めるか。承知。約束の時間に遅れたようだ。じゃあ、I'll fight to the end. Expect no mercy!
我こそ古代人。やります。どうしてもやる？頑張って。期待には応えるさ。 I will fight until the very end。には応えるさ。飛べ。You're mine。Prepare yourself。飛べ。
行くぞ。信徒たちを餌にして天意を教会へ向かわせる。そうすればサーダリーは教会を守ろうとして戦い、最後には命を落とす。感情を持たぬホムンクルスたちの心はその時どうなるのか。それを楽しみにしていたのに、私のささやかな楽しみを邪魔するなんて。きっと聖人面を捨て自分たちが傷つくことも構わず信徒たちを助けたのでしょうね。吐き気がする。モント、あいつの顔が激しい怒りに醜く歪むのを見てみたい。この私に対してこの女を殺せと叫ぶほどに憎悪まみれにしてやりたい。それでも天意を止めることはできず、屈辱と絶望に苛まれ、そうして死んでいく。その姿を見たい。指を刺して笑ってやりたい。ことを考えたわ。モントに復讐する絶好の方法。この私を怒らせた罰を与えてやるわ。Thank you.